17週目、中島が星野を捕らえる。サーキットを最も早く走り抜けるには、おのずとラインは決まってしまう。そのラインはただ一つ、決して無駄な動きはない。しかしレースは駆け引きがある。ディフェンスあるいはアタックの時に無理な動きをしなくてはならない。デッドヒートはタイムロスにつながる。しかしレーサーの闘争本能が星野と中島に激しい2位争いを続けさせていた。ちょっとね、サッカルに届かないんですけど、うん、カペリも来てるし、ちょっと苦しい。まだ一波も二波もありそうな感じします。サッカルは逃げちゃいそうな感じするけどね、まあ2位を取りたいね、ここだったら。星野と中島の今シーズン最高のデッドヒートの間に、1位のサックエルは順調に差を広げ、4位のカペリはこの2人に迫る。九州目、とうとうカペリが中島を捕らえる。ニュージーランド出身のサックエルが史上最年少の F1 ドライバーなら、イタリア出身のカペリはわずかデビュー2戦目で F1 グランプリ4位に入った経歴を持っている。今年は中島と共に F3000 を戦っているが、この2人にとって名門ロータス入りが決定している中島は絶対に負けたくないレーサーだった。30周目の最終コーナーをサックウェルがクリア。残りあと10周、続いてカペリ、中島が来るが、2位を走っていた星野の姿が見えない。星野に何かが起きた。中島を引き離した星野だったが、ニューコーナーの入り口で突如エンジンブロー。自ら吹き上げたオイルに乗りスピンを起こした。時速200キロ以上でのアクシデントだった。
ピンしちゃったなんて時ってなんかこう車っていうかむしろこう気持ちのなんかちょっとしたあれなんですか、ね、うん、だからそれはもうどっかに自分に隙があるんだね。あ、うん、だからもうそれはもう行っちゃうしかないね、うん、もう行ってねクラッシュしたら下でね、うん、それはね、プロだってね、うん、プロゴルファーだって OB 出すんだから、うん、たまに OB 出たってしょうがないけど、うん、スピンしても、うん、目いっぱいやってなくちゃもうダメだね、うんうん、依然快調に飛ばすサックエル、今や独走状態でスピードウェイを攻めていく。およそ10秒遅れてカペリが2位を走る。星野とのデッドヒートでタイヤがへたり始めた中島は3位。この差が縮まることも広がることもなく、レースは進行していく。星野のリタイアでレースの緊張の糸が切れたかのようだ。しかしレースはまだ終わっていない。アクシデントが起こるかもしれないし、誰かのメカニズムが狂うかもしれない。まだ誰にも可能性は残っている。上位3人のうち中島はただ一人の日本人レーサーとなった。まあモータースポーツはね、本当にリアルスポーツなんですよ。だから作り事はかっこよくないんですよ。だから、あえて僕はあんまり派手なのも好きじゃないし、本当に僕が走ってる姿がかっこいいなと思ってくれる人が一番いいなと思ってるのね、応援してくれるのね。もちろん僕がそれでもって勝てばいいなと。だから嬉しいんだけどね、もちろん優勝して僕は、まあ、よく言われるのはね、あいつ嬉しくても嬉しくそうに見えないとかね、でも本当にねワイワイって、ね、言うのが嬉しいのかなっていうのがあるよね、うん、僕はだから本当に心の中で嬉しいし、本当に嬉しいとぼーっとしない、僕はそういうふうに思っちゃうんでね、うん、星野のリタイアで松本は5位となる。6位以下を引き離したものの上位グループの姿は見えない。朝のフリー走行で得た手応えとは裏腹だ。タコメーターの動きが今一つ鈍い。松本はスロットルペダルを踏んだ。右足の裏がやけどするくらい踏み続け、見えない敵を追いかける。チャンスはベストを尽くす者にしか訪れない。例えばもう調子が悪くてタイムも出なくても打ち返っちゃいたいなと思うこともあるじゃないですか。それは毎回ありますよ、やっぱりね、毎回ある、うん、だからそういう時にその調子のいい時っていうのはね、うん、やはりエンジンに対してもまあシャーシー、それからタイヤにしたってその全ての条件がいい時っていうのはさほど恐怖心もなければ、うん、タイムもその簡単に出てくるわけですね、うん、でもその中の何かが悪い時っていうのはいくら自分がその一生懸命走っても、うん、その思うタイムっていうか出てこないわけ、ね、はいはい、そういう時が一番怖いわけね、ドライバーっていうのは、うんうん、その限界以上タイムを追いかけていく上で限界以上に入って、うん、コーナーを入っていったり、うん、ブレーキを遅らしたり、うん、そういう時にやっぱり事故が起こったりとかするから、うんうんうん、タイムに対して例えばもうコンマ何秒をね、うん、もう何
んていうのかな、ね、そのもしお金で買えるならばもう本当いくら出してもいいぐらいのね、その状態にはなりかねない、うん、ラップ39、サックウェルが相変わらず1位を独走したまま最終ラップに入った。あと4キロ足らず。10秒遅れでカペリ、そして中島が走る。順位は変わらない。1986年夏、日本で一番速く走った男はマイク・サックエルだった。40周、およそ178キロにわたるレースは終わった。